いな。あ、わかった、これに乗せよう。ティッシュちゃん、ティッシュの力を借りよう。あ、来た。あ、低いな、でも低いな、低いな。こんばんは。低いな。うわ、何このだるま、すごい。黄色、金、口の色薄こんばんは。今日も一日お疲れ様です。皆さん今日は何曜日ですか？金曜日ですね。お疲れ。みんな化粧をほぼしてないです。ほぼっていうかしてないです。してます、してないですあのカラコンしたらねダメなんですよ今本当に。はい、眉毛は描いてる。ゴールデンウィークアイテム、へえ。今日から10連休、どっか行くんですか？なんか赤なってる、ここ。こんばんは。何グラを考えたいと思います。今回の何グラっていうのはなんかショールームさんとのコラボで、そうですね、なんかもう何回も表現力パネ、今のでえぐ、すごいやん私。じゃあそう、何グラっていうのがあって、大喜利とかをやる企画なんですけど、メンバーが皆さんと一緒に考えて、今回のお題が何やっけ、長かったん、めっちゃ長かったん、10期生オーディション、何やっけ、何でしたっけ、10期生オーディション、10期生もなんか驚く最終審査、その内容みたいな、何でしたっけ。お題、10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた、どんな審査。ありがとうございます。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた、どんな審査。ビリビリ耐久審査、耐久10期生長いんだよね。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた、どんな審査。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた、どんな審査。
驚く審査か。なんですかね。ゴリラのモノマネ審査がある。あ、でもいいかもしれないですね。あーでも、こんばんは。審査員が子供。あーすごいですね。めっちゃ出てきますね。出してくださる、ありがとうございます。なんでそんな出てくんの、すごい。審査員が子供はやばいな。どんな審査。熟成オーディ、ちょっとさ、メモするやつ忘れちゃった。取ってこようっと。ちょっと待っててくれね。動物園の10期生オーディションの最終審査で、こういう構成が審査員みんな子供。なんか今日顔違うんやけど、加工しすぎやろ。ショールーム加工できるんですよ。ちょっとキュッてしすぎやわ。お母さんの水着審査はえぐい。誰かの趣味やん。熱々たこ焼きフリースロー。フリースローって何でしたっけ。腕組みして見てたプロデューサーっぽい人が関係ないおじさんだった。あ、腕組みしてたら、でも確かに印象あるよね。あの、そうだよね、確かに。腕、どんな、でもどんな審査か。色彩オーディションの最終審査で候補生みんなが驚いた。どんな審査。あー全身。あー審査やから、近重さんが身内すぎる。でもおもろいな、身内やったらおもろいな。近重さんが最終決定、えぐいやん。MMB メンバーが全員が見てる歌唱審査。もう私歌に対して何も言えん。嫌やな、見てたら嫌やな。びっくりやな、それは。驚く。審査員とラップバトル。難しいんだけど、
本当に驚くのは夏コン観客投票、夏コン観客投票って何？何それ？え、どういうこと？夏コンの観客投票、なんかそんなありましたっけ？いつの？実際に驚いたことないの？ああ、最終審査で？最終審査で驚いたことか。口から心臓出るかと思ってたからな、マジで。驚くとかじゃないよな、緊張やったからな。ああ、お客さんにコンサートで決めてもらうってことか。やばいな。なんかさっきからめっちゃいい匂いするって思ったら香水変えたんやった忘れてた。映画館で今からゴジラとコング見る。いいね。私は M の初日が終わるまで終わりまてん。考え中のしおりちゃん可愛くてずっと見てたい。あ、大喜利の回答を考えてもらっていいですか？見てないで嘘です。今日大福2個食べた。よかったね。大福何個食べたとかいいんで何グラの回答自分全然考えてないのに、人に任せっぱなしやのに偉そう、めっちゃ最悪。こんばんは。私は大福やったら粒が入ってるあんこが好きです。っていうか粒あんですか？それは粒あんが好きです。私は今チョコ食べてる。あ、もうだからいいよ、食べてていいよ。うん、いいよ、食べながら考えてもらっていい？こんばんは。10期生の方ですか？はい、そうです、10期生です。よろしくお願いします。NMB48 の10期生オーディション今受けてます。水田しおりです。よろしくお願いします。こしあん派なんや。10期のボディチェックして合格、もう今のご時世アウトですね絶対それは知らんけど合格できるように応援してます。ありがとうございます。ぜひ。オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？リアルにやったらマジでびっくりするのは、私らは最終で青春のラップタイムっていう曲を、あ、違うな、いや青春のラップタイムや、ラップタイムか、うわ何も覚えてないな、何も覚えてないわまあなんか最後に練習した曲を披露して審査員の前でで選んでもらうみたいな感じだったんかな。あれ？てか最終って、まあいいや、そこ考えたらあれよな、うん、そういうの考えるんじゃないよな。そうそうそう、
しようかな。スケセブオーディションの最終審査で候補生みんなが驚いた。どんな審査？渋谷凪沙さんの大喜利審査。おもんないな。渋谷凪沙さんの大喜利審査なんかちょっとちゃうな。最終審査は普通は面接やない。面接は一番最初ですね。一時が面接ですね。もう面接は一番最初にやります。こんばんは。このお題飽きてきたな。飽きてきた。あ、もう出ます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 まだやってます。はい、お疲れ様です。また明日。ゴリラ語で最後。あー、ミュじゃないです。ミュはもうとっくの塔に帰りました。とっくの塔って何？勝利ちゃんどうやって面接通ったんだろう。どういうことそれ。私は普通に通りましたよ。え、みんなと同じように、なんなら特技とかも披露しなかったですよ。ほんまに、なんで、全然アピールせんかった。小島さんやないの。何がですか？ライブ明日と急に言われてできた人合格。課題曲が六甲おろし。あ、 T シャツで合格した。それはある。猿の図鑑の56の仲間を全部言えたら合格。えぐ。まあでもだからそういうのでいいんか。え、そういうのでいい？そういうこと。大喜利、もう私最近マジでお仕事で大喜利やること多すぎてさ、でもやってない期間が長すぎて、なんかもう分からんくなった。え、こういうのでいいってこと？猿の図鑑の56の仲間全部言えたら合格。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。ちょっと一瞬一瞬一瞬ちょっとあの配信途切れる。ちょっと待って、ほんま、あれ、あ、待って待って待って、全然自分の顔が見えんくなったんやけど、待って待って待って、すんましんに、ただいま、おかえり。審査大喜利はお題見失う。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？
こんばんは。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？まあでもなんか早着替え審査大事ですよ。めちゃくちゃ大事ですよ。なしか面白くないもんな、早着替え審査なんて。何もないな。運の審査、あのなんか何バトルでしたみたいな、やっぱなんか運も大事みたいな感じで、なんか誰か使ってそうやなそれ。こんばんは。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？やばい、1時間ぐらいかかるわこれ。やばい。って毎回言ってんな。全国にいるゴリラの顔写真の名前当て。全国にいるゴリラの顔、ネームビーシングル1から29枚目まで正確に言えた人。やばい言えん、やばい。やばい言えん。受験生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？どんな審査やもんな。どんな審査か。どんな審査？金子さんのフルネームが言えるとか、どんな審査？どんな審査？候補生みんなが驚いた。どんな審査？なんだろうな。はじめまして。やばい、私21時までには終わらないといけないんですけど、やばい。候補生のお母さんが審査員席に並んでる。
審査部屋に入った瞬間に目の前にサランラップがあった。顔面ラップってこと？顔面ラップか。なんか避けては通れないですよね、本当私たち顔面ラップって。まあでも私は避けてきたんですけど、この8年間、はい。私やったことあるっけ？記憶にない。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？どんな審査かな。今何時ですか？じゃあさ、時計見たいけど上からピュって出したら止まっちゃうねん配信。やばい、今誰もおらん、誰もおらんくなった。8時半ありがとう。お腹すいた。卵の賞味期限昨日までだったんですけど、やばくない？え、卵って生じゃなかったら食べれるよな。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？そうやんな。そう、いつも過ぎて食べるときは熱通してるんですけど、そうだな。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？びっくりするリアクションの選手権。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？これあと私100回ぐらい言うかも。そんな卵期限切れる？4、6個入りの買えば。なんかね、使い切れる時もあるんですけど使い切れない時もあって、そう、驚く審査？リアクション審査ってことか。期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？何があったら驚くやろう。なんやろな。
バンジージャンプ驚くなそれは。地下労働への意思確認もういやめちゃくちゃいいけど絶対ダメめちゃくちゃめちゃくちゃ好きやけど私それああそういうことね、このお題が出されたってことね。なんか誰が書いてた気するな、なんかナングラ最終審査でナングラがあったみたいな、なんかあーでもそういうことか。でもそれはとこれは別か。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた、どんな審査というお題を出されたやったらナングラがあったとはかぶらん。バンジー憧れますね、マジで。やめとい、今でも人生で一回は やってみてもいいかもしれないですね。私も一回、あの一回やってよかったなとは思うけど、もうやりたいとは思わん。一本グランプリはいた、うん、ナングラ攻略法って書いたメンバーはいた、うん、10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた、どんな審査というお題が出た。だよ人生はのサビの振りのあの足のことなんか言いたいな、あれあれめっちゃうまくできる人選手権やりたいな。それ縮めて言ったら何になるんやろ、ちょっとむずいな。もうどうしよう、うん、どうしよう、なーにしよういやみんなこの前のさラジコとかさスマホね聞いてくれた方はわかると思うんですけど、あとメラメラ NMB48 全部で私その日大喜利やってるんですよ。すごい悲惨だったでしょ、やばいっすよマジで。しおりさんこんばんは、初任給入ったぜ、はいいじゃないですか、お疲れ様です。いやマジでねセンスゼロだよね。最終審査がバカニャンのグラビア、ヒコ何これ、なんて読むのこれ、こひ、え読めない、ひ、ひこう、ん、大喜利はむずい、そうですね、え、それいいやん、わかにゃんのにゃんの写真の何、わかにゃんのグラビア、わかにゃんの、あ、なんていうの、批評ってどういう意味なん、批評ってどういう意味ですか、感想、
6月やもんな。でも、どうしよう。やばい、爪が割れた。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？軸を決めてくれれば考える。軸っていうのは大喜利の軸ってな、なんだい。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？しまって、めっちゃしつこい、やばい。姉妹にしたいメンバー答えてもらってないんやけど。そこまでしっかり聞こうとしてくれ、すごいですね。あれ、でも思いつきました。まあでも言わないでおこうと思います。思いついてるんですけど、なんかやっぱり誰かなんか一人、ね、なんか、その壁紙、皆さんが配信していますけど、いつもヨーロッパ行ってるんかなって思ってる。あ、壁ね、ちょっとスタッフさんが貼ってくださって、審査内容か審査員か審査場か、あーっていうこと。審査内容、候補生がみんな驚いた。どんな審査？審査内容かな。教えてくれんの？あの、ぜひ、あの、握手会やオンラインお話し会があるので、あの、はい、そこだったら言います。全然めちゃくちゃ言います。何でも聞いてください。お待ちしてます。姉妹だけに、まさに胸にしまいたいですね。すっごいうまっ。肌年齢審査やばい、もうえぐいって。京都市動物園のゴリラを前に向かせる審査。メラメラ見てくださったんですか、ありがとうございます。いいですね。くまちゃん、行けへんから、じゃあ一生危険な。え、マジっすか。オンラインも厳しいですか、どうですか。なんだろうな、審査内容の方が難しいんですかね。違う話しよう。考えないと、あの、はい、考えないと やばいんですよね。ちょっとほんまにこれ、まあでも、なんだろうな。
最終審査がゴリラ愛の深さを語り合う。やばい、めっちゃ爪折れた、マジでやばい。あ、何があるかな。自分が NMB に入ったらどんな貢献をするか原稿用紙3枚に書かされた。うぅ、厳しいね3枚えぐいな。確かに、でもそのぐらいの。加入したらどんな貢献をするか原稿用紙3枚分書かされる。爪折れた、救急車だ、やばい、やばい。やばい。やばいっす。ちょっと思い浮かばなさすぎて。やばい。45分や、やばい。オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？期限は今日までじゃないんですけど、できるのが多分今日しかない。審査内容。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。最終審査が英検2級のテスト。ダサい赤パン履いてたら合格実際に三日月の背中に乗ってくださいと言われて、三日月の背中乗る歌詞やっけ、どんな歌詞やっけ。 100m 競歩、びっくりしたお題、大喜利の答えかと思ったら、よ4時受付、握手会の4時受付、支払い選択期限23時59分まで宣伝っていうか言ってくれてる人いる。本日のですね、本日の23時59分までですね。金子さんとにらめっこいいですね。金子さんとにらめっこ、ありやな。金子さんとにらめっこにしますえ、1万人に1人の凡人ですさん、ありがとうございます給料に文句言わなければ合格
私から何も言えないですね。ボーリング場で最終審査、上位スコア者から合格。やばい、これまでのメンバー1期生から9期まで言えって言われてやばい。さすがに近重さんと会話成立したら合格。大丈夫、ちゃんとできますよ。今の現役メンバーも支配人関係のこと書いてるメンバー多い。マジか。まあでもそうなるよな。多いんか。じゃあやめとこっかな。じゃあやめとこっかな。キラ先生より名言言ったら合格。ああ、キラ先生より今ナングラをやっています。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いたどんな審査をやっております。オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いたどんな審査？目玉焼きごっこ？目玉焼きごっこの目玉焼きのうまさ。目隠しして小島の料理当てれたら合格、見せて終了が来たら合格。
しようかな。10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？